皆さん、こんばんは。株式会社エンタミナの田口ですさて、本日はですね、先日、ビデオサロンさんにて開催されたウェビナー、そのフォローアップ配信をお届けしたいと思います。まあ、ウェビナーのですねフォローアップ、それはどういったものなのかというのは、なかなかあ体験したことがある方でないとイメージつきにくいかもしれませんが、えー、私、あのー、 いわゆるオンラインセミナーを行うまでは、えー、全国各地でさまざまな地域でいわゆるオフラインのセミナーイベントに登壇する機会が多くてやはりあのオフラインのセミナーイベントであっても、まあ、これもウェビナーでも同じなんですけれども限られた時間の中でさまざ、あ、まな講義を行い、まあ、その時間の中でそれぞれの 参加者さんからの質問にお答えするという時間はもちろん取るんですがやはりその中でですねフォローしきれない部分があるとでそれをですねこういった形でですねまさにライブ配信を活用してえ皆さんの寄せられた質問に一つ一つ答える時間さらにはそれぞれ講義の中で扱った内容をまあ一部おさらいする時間と。 いうものをフォローアップ配信という形で行いたいと思いますで今回のウェビナーはですねまず第一日目がこちらのテーマライブ配信ディレクションでございましたまあライブ配信のディレクションそれは何を行うかというところなんですけどもライブ配信コンテンツの企画や設計を行うプランニングそしてプロジェクトを進行管理するというところでコンテンツの設計を行いその上で 本番に向けた進行管理を行っていくもちろん本番中ライブ配信コンテンツを本番中にもマネジメントする必要がありますからその一連の流れというところを私たちがですね実際に現場で用いているこちらの進行表シートというものを一つの題材として一つ一つこういった形で ライブ配信コンテンツのマネジメントを行ってますよというところのお話をしてまいりましたでこのマネジメント以外に実際ライブ配信コンテンツをユーザーに届ける上でのいわゆる絵作りですねショットのデザイン、まあ、これはユーザーさんに届ける絵作り、まあ、その構図をどのように設計するかデザインするかというところですけれどもまずはカメラショットそれぞれのカメラでどういった絵を用意するかさらには さまざまなビデオミキサーとかビデオスイッチャーを用いて、えー、例えばウェビナーの場合だとよくあるのが、パワーポイントのスライドの上に登壇者の顔をですね、このようにピクチャーインピクチャーでオーバーレイさせると。 言ったようなアプローチであるとかでさらにこういった用意したショットをそれぞれビデオミキサーとかビデオスイッチャーで現場で本番中にオペレーションする上でのいわゆるプリセットメモリー化を行ったりあとは配信エンコーダーでのシーンセッティングを行ったりといったところのお話も講義の中で取り上げましたでさらにですねそれぞれのさまざまな機器をどのように現場でレイアウトするか。 さらにはそれぞれをどのように決戦するかルーティングですね決戦するかというところでえライブ配信を実際に実施するその空間におけるレイアウトの注意点ただただやみくもに機材を配置すればいいわけではないというところがポイントでございましたけどもそのあたりであるとかあとはそれぞれのルーティングをどのように行うのかそれぞれの機材のインプットとアウトプットをどのようにつなぐかというところのお話もさせていただきました。 これがですね、ライブ配信ディレクションという形でお届けした1日目の大まかなダイジェストになります。でそして2日目のウェビナーでは、ライブ配信ツールというところでですね、配信エンコーダー、ライブ配信に用いる配信エンコーダー、そして配信プラットフォームというところのそれぞれ解説を行いました。でこのライブ配信のエンコーダーとプラットフォーム、まあ、そもそも何かというところなんですが、 カメラやマイクをミキシングして映像と音声をまあユーザーにそれを届けるというところになるわけですがそこで配信エンコーダーというツールを用いてインターネットに映像と音声を創出する必要がありそれを受け取ったプラットフォームでユーザーさんにライブ配信コンテンツが展開されていくというところでこの2つで今回はですねこの配信エンコーダーの中でもえソフトウェア フォーカスして、フォーカスしてお届けをしてまいりましたが、配信エンコーダー、特にソフトウェアを用いることで、いわゆるあの映像のミキシングであるとか、音響のミキシングであるとか、さまざまな絵作り、音作りもできるというところで、それぞれのソフトウェアのまあ特徴であるとか、ソフトウェアを用いるとこういったアプローチができるというところのお話をしてまいりました。こちらの配信エンコーダーダ いわゆるソフトウェアタイプのものは世の中様々ある中で今回はですねこちらの6つを取り上げましたそれぞれ一長一旦一長一短でありますがもちろんいい部分もあればちょっとこの部分は弱い部分もあるだけどもこういった強みがあるというところをそれぞれですねこのように比較表にまとめてでじっくりじっくり一つ一つ解説をしてまいりましたさらに配信プラットフォーム これはユーザーとの接点というところですね。配信エンコーダーというのはどちらかというと、自らが、自分たちが行いたいこと、あとは依頼を受けたクライアントさんが行いたいこと、まあ、そのニーズに合わせてどういった機能を選ぶかというところで配信エンコーダーをチョイスしていくわけですが、配信プラットフォーム選びというところに関しては、ユーザーさんとの接点を重視する必要があるよと。でその上で 抑えるべきポイントが2つリーチとコンンバーージョンリーチというのはユーザーさんにどのようにアプローチするかという上でそもそもユーザーさんにデリバリーする必要があるでさらにそのユーザーさんがライブ配信コンテンツに訪れた際にリアクションをしてもらう。 さらには次のアクションにつなげるというところでこの3つのポイントがライブ配信コンテンツをこれはどちらかというと運用する上で非常に重要特に企業のマーケティング活動とかブランディング活動にライブ配信コンテンツを生かす上では重要でありますよというところのポイントをお話しした上で配信プラットフォームのそれぞれの特徴の比較というところを解説してまいりましたさらにそれぞれの配信プラットフォームごとの画質まあど 画質に関してもですね、これも一概にこうですよ、ああですよっていう説明は難しいんですが、実際私がさまざまな現場でディレクションする上で、あとは私の周りのライブ配信のディレクションを担う方の声などを受けてですね、このあたり画質であるとか、あとは後からの編集、 いわゆる後編集ですねといったところをどの程度行えるかあとはアクセス解析をどの程度取れるかといったところのお話もしてまいりました。というわけで非常に濃密な2日間のウェビナーお届けしてまいりましたけれどもおよそ講義の時間は。 1>, えー、1日目が90分、そして2日目も90分というところで、トータル3時間、プラス質疑応答でおよそ1時間、まあ、4時間ぐらいの長さで、尺で、えー、ウェビナーのほうを行いましたが、実はですね、今回のウェビナー、特に2日目ですね、2日目に関してはですね、さまざまな質問が参加者の方から寄せられまして、えー、その質問にですね、ここからは答えまくる。 フォローアップ配信をお届けしていきたいと思います。さあ、というわけでですね、ここまでの一連の私の解説、説明、プレゼンテーション、えー、今ね、こう、スライドがオーバーレイされて、それで私のいろいろなハンドアクションとか BGM の効果音などを鳴らしておりますが、あこれよく、あの、仕込みの動画を再生しているだけじゃないかと、つまりライブ配信なのに生放送じゃないんじゃないかという声も上がりますが、<laughs> えー、実は今日は実はというかライブ配信でお届けしております、えー、このエコーディレイも生でもちろんかかっております、えー、そして皆さんからのコメントもですね、えー、それぞれこのライブ配信のこのフォローアップ配信中に寄せられたコメントなどにもそれぞれ、えー、こちらの方でそれを受けてですねアンサーしていきたいと思いますので、えー、どしどしですね思ったこと気づいたことより突っ込んで聞きたいこと さらに、ウェビナーの中では聞きにくかった質問とかそういった質問をぜひコメント欄の方でこの f a c e b o o k ライブのコメント欄の方でどしどし投稿していただければと思います。では、早速ですがここからがメインイベントでございます。参加者さんから寄せられた質問に答えまくっていきたいと思います。どんな質問が寄せられたかまずはこちらです。 さあ一つ一ついきましょう、えー、まずですね最初の質問、えー、同時多言中継のお話がありましたが同時に複数のプラットフォームには配信できますかというご質問ですねこれはあの配信エンコーダーのー解説の際にえーこのツールを使えば 同時多言中継できますよ。いわゆるこう、複数の配信プラットフォームに映像と音声を創出できますよというお話をしましたが、まさに複数のプラットフォームに配信ができます。そして次の質問。ライブ配信ソフトをインストールするパソコンはデスクトップではなくノート PC でも良いのでしょうかこれはですね、うん。私、私のケースでお話ししましょう。私、 もういわゆるパソコンを映像に用いてから早267年経ちますけれどもデスクトップとノートもちろんその大きな選択の道がある中でえ両方使ってきたんですが今まさにお届けしているライブ配信はノート PC で行っていますでデスクトップ型のいわゆるタワー型のノートパソコンあ失礼タワー型の パソコンとノートブック型のパソコンの大きな違いこれ結構ですね私もそうだったんですが処理能力とかいわゆる性能的な部分の違いというところで捉えていたんですけど最近あのライブ配信にノート PC を用いるというところで新たな PC 環境を整備したんですけどそこで思ったのはこれ 処理能力というよりあのいかに空冷できるかというつまり何を言いたいかというとパソコンが稼働するということは CPU がフルに働くグラフィックボードのいわゆる GPU もフルに働くフルに働いている状態でめちゃめちゃ熱を持つんですねでその熱をどのように逃がすかというところがデスクトップタイプのいわゆるタワー型とノート PC 型では大きく違うなと。 いいう実感をしていますでデスクトップタイプのいわゆるタワー型の方が CPU を冷やす選択肢が複数用意されているというのが印象的です。ノート PC の方はもちろんさまざまな選択肢はあるんですがただデスクトップ型のタワー型に比べるとその選択肢の幅は狭いと。 ただ、もちろんノート PC は持ち運びができるという大きな利点がございますからあ、まあ、どっちを優先するかというところなんですけどもでこれはあのいわゆる熱暴走によるトラブルだけが CPU や GPU をへ冷やす上での注意点ではなくて今も私実はです、ね、このノート PC をガンガン冷やしてライブ配信をお届けしてるんですが PC が熱を持つと そのパソコンのファンが回るんですね。ものすごい勢いで。で、そうすると、その PC のファンの音がマイクにかぶるんですよ。ちなみに今ですね、えー、ちょっとせっかくなので、ファンの音を最大値にしてみましょう。本来であればこのぐらいファンを回した方が理想的なんですけども、今、あの、なんとなくノイズ、ノイジーになったのわかるでしょうか今 えー、PC のファンをです、ね、最大に回しておりますこれはあの CPU と GPU を冷やすために最大でファンをガーッと回してるんですけどこういった音がですねマイクの近くに PC があることでといっても今1メー,ー5 0ンチぐらい距離はあるんですがかなり音がノイジーな音が回り込んでしまうマイクに入り込んでしまうというところがあるので、えー、この辺りはですねやはりソフトウェアの まあざまなミキシングができるツール、さまざまなエフェクトがかけられる、あとはいろいろな絵作りができるツールを使えば使うほど処理能力が求められる。処理能力が求められるからもちろん PC のスペックはハイレベルなものにしないといけないけども、その時にいかにしてそれを冷やすかというところを念頭に置くのがポイントだなというところで捉えております,ります。まあだけどもやはりライブ配信の現場というのは数々こう、いろいろな場所でライブ配信を行うことがあるので私たちは ノート PC を選択したというところですね。はいでは、どんどん行きましょう。続いての質問に入りたいと思います、えー。CPU、メモリ、グラフィックなどなど、最低限のスペックを教えていただけますかこれもですね、難しい、えー。これはですね、それぞれの使用されるツールのいわゆる推奨スペックというのが、大抵のウェブサイトには掲載されていると思います。のでのでそ スペックに合わせるというのが基本になると思いますが、ポイントはですね、CPU、メモリ、グラフィック、いわゆるグラフィックカードというところで、ライブ配信の場合だと、やはりですね、私はグラフィックカードが非常に重要だなというところを捉えています。メモリーというのは、かなり私もフルで1 2 8ギガぐらい積んだんですけど、実際のライブ配信で、 使用しているまあ非常にですね処理能力を必要とする VMix というライブ配信のツールを使ってますがあまりメモリーの消費はしていないとただ CPU とグラフィックカードはガンガンフルで使っているような状況なのでまあグラフィックカードそして CPU というところをより良いものを選ぶ必要があるというところですかねちなみに VMix に関してもレファレンスシステムというのがウェブサイトでチェックできますのでえその辺りを 参考にするとちょっと古い情報なんですけれども出てますので参考にしていただけたらと思いますちなみに私のスペック一応お伝えしておくと CPU が Core i9 の11世代のものでメモリーが 128GB そしてグラフィックカードは GForce の RTX3080 ラップトップモデルのものを使用しておりますこれで事足りてるかといえば事足りているんですが 十分なんですがただ先ほど言ったように熱を持つことでファンが回るそのノイズをどのようにするかというところがむしろ私の中ではスペック以上に課題になっているというところでございますさあどんどんいきましょう続いてのご質問に移りますソフトウェアでスイッチングなどするのとその手前でスイッチングなどをするのとでは安定性はど安定度はどのぐらい変わりますかこれはあれですね いわゆる配信エンコーダーで今回様々なスイッチングとかミキシングができますよというところのお話をしましたが配信エンコーダー上でスイッチングやミキシングを行うのとそこに映像をインプットする前段階でいわゆるハードウェアのビデオミキサーとかビデオスイッチャーでスイッチングやミキシングを行うまあそれを比較した場合の安定度というところですがこれはですね あくまで個人的感想ですが私の中で今の感想は変わりませんえどちらもリス,クだリスキーだしどちらもやりようによっては安定するというところがありますねで元々は私ハードウェアのビデオミキサーやビデオスイッチャーをこの私のスタジオでも使ってましたし実際株式会社エンターミナのクライアントワークで 企業さんに出向いたり、あとはイベント会場に出向いたライブ配信を行う場合は、すべてハードウェアのシステムを使ってます。それはなぜかといえば安定度、安定性というところを担保するためなんですが、ただソフトウェアを用いて今まさにライブ配信をお届けしている、あとはこの間のウェビナーももちろん配信エンコーダーやミキシングはすべてソフトウェアで行ってました。で、これまでの数々のライブ配信もソフトウェアで行っていて、 いわゆる致命的なトラブルはそこまで起こっていません何度か起こしたトラブルはどちらかというとヒューマンエラーですね私が起こしてしまったトラブルに近いというとこなのでーハードウェアとソフトウェアを比べたとき今はかなりどちらも一丁一これも一丁一ったんだなというところですただですね大きな違いはパソコン1台で ミキシング、あとスイッチング、さらにモニター、あとズームへの送りとか、えー、さまざまなあいわゆるエンコードを行うといったことを1台で行ってしまうとそれが落ちたときにすべてが死んでしまうと。 いう状況は複数のハードウェアを組み合わせて行った場合との大きな違いですかねただそれってあのだからソフトウェアがダメって話じゃなくてやはり負荷分散をして例えば PC を複数組み合わせる私も今はそのように行ってますがえ負荷分散して行えば良い話ですのでえ必ずしもソフトウェアが不安定ハードウェアが安定しているっていう状況でもないんじゃないかなというところの印象がございますね。はい 以上、私の個人の感想です。さあ、引き続きいきましょうえ。各プラットフォームでフル HD で配信される際、ビットレートや FPS は一般的にどのぐらいの数値にされてますかというところですえ。これはですね、結構私もライブ配信を行っているとよく聞かれます。で、えー、実際、 このぐらいにすればいいよというのはやはりですね例えば Facebook ライブの場合は Facebook ライブのガイドラインというものがまさに Facebook のヘルプページに用意されておりますでここに準拠するというのがやはり基本だなと私は考えておりましてえここに えー、まさにですね Facebook でのライブストリーミングに使用できる動画フォーマットに関するガイドラインというところで今、黄色く枠を囲ってますが、えー、この部分にそれぞれの数値このぐらいを目安に設定してくださいねというものが表記されていますただ、これ実はですね私もいろいろ調べてて分かったんですが Facebook に関しては2種類のガイドラインが存在すると。<laughs> いわゆる Facebook のヘルプページ以外にですねビジネスヘルプセンターというところにも実は同様の記述がございまして Facebook でのライブ動画の使用これどっちも Facebook のウェブサイト公式ウェブサイトなんですがその中に書いてある内容と先ほどの内容実は微妙に違います特にビットレート Facebook のビジネスヘルプの方にはこちら 今ですね4500から9000って書いてありますねフル HD の場合で先ほどは確か6000ぐらいだったかな上限がなのでどっちが正しいのっていうところなんですがこれは私はじゃあどうしてるかというと Facebook ライブの場合 6, から 8, にしていますちなみに今は6000で行っています、えー。万が一のトラブルをちょっと心配して6000で送りをしています。でじゃあ実際8000で送った時とどのぐらい違うのかとあ、ビットレートの話ですね、これはね、どのぐらい違うのかというと、かなりガラッと変わります。つまりあの、喪失を大きめに、データを大きめに送っておけば、 もちろん、受け側でその信号を受信してそれをプラットフォーム側で処理すると思うんですけど送り大きめに送っておいた方がやはり画質は綺麗になるとまあ綺麗っていう言い方は変なら再現性が高くなるというところなんですがただたまにやっぱりそうするとコマ落ちが生じてしまったり微妙にノイズが乗ってしまうという場合もあるのでそのあたりはやっぱりケースバイケースで使い分けておりますかね。 はい、そして YouTube の場合 YouTube にもヘルプがございまして、えー、こちらですねライブエンコーダーの設定ビットレートそして解像度を選択するというところで、まあ、これ YouTube でライブストリーミングのガイドラインというのを検索すれば多分一発でこのページ出てくると思いますので、えー、見てもらって、まあ、ここにもそれぞれの、まあ、例えば 4K 配信の場合フル HD の場合そういった目安の それぞれぞのの数値が書いいててありますので参考にしていただ,だ YouTube の場合は結構あの送りの映像のビットレートをかなり大きめに送ってもそれこそ20メガとか50メガとか送っても受け付けてくれてそんなになんて言うでしょうね、えー エラーが起こるケースは私は体感、体験したことがありません。なので送りは結構、YouTube の場合は大きめに送ってしまっておりますね。えー、そして、微妙、微妙ヘルプセンター。これもですね、ライブ配信に関するよくある質問というところのページにー記載されているんですが、えー、微妙はですね、このページの下の方にですね、このように書いてあるんですが、結構ざっくりしてます。結構ざっくりしてます。ので、えー、こちらちょっとそれぞれ 興味がある方はチェックをしていただければと思います。これはまあ、どのぐらいの数値にすればいいのかって私もいろんな方にやはり聞いてしまう質問なんですが、実際に今だとえ様々な配信エンコーダーなどを使って試すことができますから、例えばこのぐらいの数値で送った場合、このぐらいの数値で送った場合、もう今日の私、昼間もテストをずっとしてましたけど、実際に試して、 自分で確認するというのも一つ手だと思います。どんどん行きましょう。続いて、えー、HLS の配信をするためにはどういったツールがベストでしょうかというところで、これはですね、私、あの、いわゆる HTTP のライブストリーミングというのは、これまでプロジェクトとして扱ったことが正直なくてですね、えー、かなりあの、今回ご質問いただいて、えー、その道に詳しい方のお話をいろいろ 話を聞きましたで、えー、もちろん今後かなり増えてくると思いますしこれまでのやり方よりもいわゆる画質とか、まあ、音質の部分も変わってくるとは思うんですが、えー、より向上していくというところの技術という意味であこれもっともっと私自身も勉強しないとなというところ、まあ、つまり配置エンコーダーから出た先のインフラ周りの話にも影響してくる部分なんですが、えー、この えー、いわゆる HTTP のストリーミングに関しては、えー、このツールがおすすめですよというのを、えー、その道のプロ、えー、具体的にはですね富山のカンナリ株式会社さんの泉さんにですねいろいろあの昨の今日とさまざまレクチャーをいただきまして、えー、聞いてまいりました、えーまあ、このあたりなんじゃないかなというところですねで、えー、配信エンコーダーというところでいくと h t いわゆる HLS の配信に関しては今回私がご紹介した中だと OBS しか対応していないという情報もいただきましたのでえ実際私もですね今日の昼間に OBS でえー YouTube への配信を試みましたがいや本当にあの全然見違える画質で 4K 脱しして配信テストを行ったんですけどあこれ全然今までの 質感と違うなというところを体感しましたので、今後、現場に取り入れていきたいんですけど、ただ、私がいつも使用している VMIX が対応していないというところで、先ほどの AWS のサービスを組み合わせるとかするか、あとはどうするかというところで、引き続き探求と追求をしていきたいなと思った次第です。そしてもう一つ、こちらのご質問ですね。 紹介されたソフトウェアエンコーダーのカスタム RTMPS、つまりセキュア付きの、えー、対応状況についてというところなんですが、えこれはですね、VMix は対応してます。で、OBS も対応してます。あと、StreamLabs OBS も対応しているということを確認しました。で、StreamYard に関しては、一応項目があったので対応しているっぽいですが、ごめんなさい。私、テストはできていません。で、E-CAM Live に関しても、 これももしかしたら対応してるっぽいんですけど、ちょっとテストができていません。もしかしたら対応していない、いや、でもやり方あるんじゃないかみたいなところですね。でえー、あと、スイッチャースタジオに関しても対応してるっぽいような情報を見るんですが、 ただ、それって何か別のサービスをかましてるんじゃないかというところで、ちょっとですね、すべてのソフトウェアで検証というところまでは、ちょっと私の方で追いつかなかったんですが、まあ、OBS、そして s t r e a m l a b OBS、そして VMix というところが対応してますので、そちらで実際に対応実施されるのが良いんじゃないかなと思います。さあ、どんどん行きましょう。続いての質問。 このあたりからですね徐々にウェビナー本編の内容とテーマからずれていく部分かもしれませんがせっかくご質問いただいたのでお答えしてまいりましょうまずタグチブラックの経緯を教えてくださいというご質問ですこれはでですねあの今回ののウェビナーで初めて私の このプレゼンテーションを体験された方はタグチブラックって何だというお話、えー、ことだと思うんですが、えー、これはですね私がこのようにですねパワーポイントのスライドを合成しつつ真っ黒な空間でこのパワーポイントのスライドをルーマキー合成してさまざまなアニメーションとさまざまなハンドアクションとそしてリバーブなどの音響エフェクトを組み合わせたオンラインプレゼンを およそ3年前ぐらいから行っているんですけど、これをですね、このやり口が、ちまた、一部の巷たではタグチブラックと呼んでいただいております。で、ここに至った経緯なんですけども、これはですね、かなり話すと長くなってしまう部分もございますので、非常に端的にまとめますと、そもそも私はセミナー講師、 です、ですので、まあ、いわゆる現場でウェブディレクションしながら並行して、えー、全国各地でセミナーの活動、講演活動を行ってましたので、いわゆるプレゼンテーションをどのようにより良くするかというところを当時はオフラインで行ってたんですけども、じゃあ実際それをオンラインで行うと、いわゆるカメラ越しに、画面越しのコミュニケーションを相手と育んでいく上で、 いわゆるこうカメラを用意してじゃあパワーポイントのスライドを用意してピクチャーインピクチャーでやるまあそれも一つなんですけどただ、どうしてもやっぱりですねせっかくのこの画面越しのコミュニケーションをより豊かなものにしたいとあの過剰な演出というところを行うわけではなくパワーポイントのスライドそしてプレゼンターというものが相乗効果でこのオンラインプレゼンのまさに絵を作る音を作る というところが相乗効果でより良くなっていく方法はないかなというところで至ったのが背景を真っ黒にしていわゆるグリーンバックを使わずに背景を真っ黒にしてパワーポイントのスライドをルーマキー合成してその上でプレゼンターがそれぞれのパワーポイントのスライドをコントロールしながらアニメーションがかけ合わさりプレゼンターの動きに合わせたシンクロしたような演出を形にしていると。 いいいうよううよなとととこころに至ったというところでございましてまあオフラインのプレゼンテーションとはアプローチが全然違うもちろんやり方なんですがえこれが私のオンラインプレゼンでのやり方というところでえ個人的に私自身の中ではかなり定着をしましてまあ今ではこのやり方を全国各地数人の方が真似していただいているというところでございます。さあどんどんんいきましょう 資料共有はどのようなソフトでされてますかこれは多分先ほど言ったこのスライドの画面合成のお話だと思いますがこちらはですね VMix というツールでミキシングをしていますえカメラ映像ちょっと今だやってみましょうかこれが私の空間のカメラの映像ですはいカメラの映像ですね真っ黒な後ろにはあー 景色が広がってますけども、実はあの6畳1間の黒い空間、これはあのもう塗りました。業者さんにお願いしてですね、黒く塗ってもらいまして、で、まず黒い背景を、どこにカメラをセッティングしても黒くなるような空間をまず作りまして、で、その上で、こちらのパワーポイントのスライドをビデオミキサー、配信エンコーダーを私はビデオミキサーとして使ってますので、VMix に映像をインプットして、 でインプットした映像の黒い部分をルーマキー合成で透過してそして合成しているというやり方になります続いてのご質問に移りましょうえカメラなどの映像信号はソフトウェアエンコーダーにどう入力しているのでしょうかこれはですねちこれはでもちょっともしかしたらセミナー本編からあでも外れないからエンコーダーにどう入力しているかというところなのでこれもお答えを していいきたいと思いますが実際私の今のこの配信環境空間これは実は自宅の一室なんですけれどもこのようなシステム構成になっておりますこれもですね一つ一つちょっとじっくり解説しちゃうとお時間がかかってしまうのでそれぞれ要点で押さえていきたいと思いますがまずあの中核をなしているのが パソコンにインストールされた、Windows パソコンにインストールされた VMix という配信エンコーダー。これはでも配信エンコーダーというより、いわゆるソフトウェアのビデオミキシングアプリケーションという言い方が正しいかもしれませんが、こちらの VMix というツールを使っています。VMix がなぜ私にとってベストな選択肢だったかと。 いうところは、ウェビナーの本編でお伝えしたとおり、あのあたりの機能をどうしても使いたかった、他ではできなかったことが、これによって達成することができたというところで選んだ次第でございます。ただこれ、CPU パワーをかなり食います。その分、PC のファンがものすごい勢いで回ります。なので、もしかするとちょっとですね、その、 もうちょっとライトに動いてくれる、えー、OBS とかに今後移行する可能性があるかもしれないというところでございますかね。はい、ただ、現状はもうこのツールで、えー、このようなオンラインプレゼンを表現しているというところです。で、このパソコンにインプットしている、先ほどのご質問、インプットしているカメラは、このカメラ、今皆さんに見えている映像、映している映像、 このカメラがパナソニックリミックスの GH5S でございます。GH5S の HDMI 出力をブラックマジックデザインのウルトラスタジオミニ 4K に 4K 画質で入れてでサンダーボルトケーブルでパソコンとつないで 4K で VMix の方にインプットしています。 で実際のライブ配信とかはフル HD とか 720p で行うんですけどなぜ 4K でキャプチャーしているのかというところなんですが例えばですねこのように私の場合スライド小さくしてカメラを大きくするあとはこのようにですねズームをするみたいな画面演出をですねたまに用いたくなる瞬間があるんですけど、まあ、そういった時にですねカメラ、インプットした映像をソフトウェア側で拡大する いわゆるデジタルズームのようなことを行った時の画質劣化を極力抑えるというところで 4K でインプットしてフル HD とか 720p で配信するもしくはレコーディングするといったことを行っていますであとはですねもう一つインプットしているのがパワーポイントのスライドでございますでこのパワーポイントのスライドは NDI で映像が飛んできて VMix でキャッチしていると この NDI に関しても講義の中でちょこっとお話をしましたがもともとは PowerPoint のスライドを再生しているパソコンの HDMI 出力からビデオキャプチャーして VMix に入れてたんですけどそのケーブルをなくしたいというところで NDI で伝送して VMix でキャッチしてこのようにオーバーレイさせているというやり方を取るようになりました。 まあこの NDI はケーブルをなくせるというメリットの他に、このまさにスライドの NDI で飛んでいる映像をですね、例えばスマートフォンとか別のタブレットとかでモニターして、開始モニターをいろんなところに配置できるというメリットがあるというところで、今後もこれは NDI を使おうかなと思っています。カメラも本当は NDI で飛ばしたいんですけど、 えこれはあのカメラ側が NDI 対応しているものではないのでえ対応したら真っ先に多分 NDI に切り替えるでしょうというところですね。で、あとはえこちらが NDI のカメラ iPhone にインストールした NDIHX カメラというツールを用いてえこれもあのウェビナー中に私の手元とかを映した時があったかと思いますがえまさにあのあの 時使用していたのはこの,この iPhone でございまして、この iPhone というか、ここに図に出てる iPhone でございまして、実際、この私の手元に今、iPhone が3台あるんですけど、3台をですね手元、あとは横、そして天井とまあいろんなところに配置しております。もちろん NDI で飛んでいるので、ワイヤレスで使用できるというところですね。あとはですね、こちら。 えー、VMix というツールはもちろんパソコン上で稼働するソフトウェアなので、キーボードとかマウ、キーボードとかマウスで操作する必要があるだけども、やはりですね、こういったカメラ越しのオンラインプレゼンをワンマンオペレーションで行っている場合、キーボードを見てマウスいじってというアクションはなかなかちょっと残念な印象になってしまうというところで、えー、StreamDeck というリモコンアプリあ、リモコンツール、デバイスを用いたり、あとは、えー、いわゆる USB MIDI コントローラー、オーディオのフェーダー調整を行ったり、例えば BGM を今、後ろに薄く流れたと思いますが、これをボリュームを上げたり、BGM を大きくしたり、BGM を下げたりといったことを、この MIDI コントローラーで行っています。ちなみに、あの、MIDI コントローラーの MIDI 信号を受け入れるのも VMIX の特徴と。 これもウェビナーの中でお話したと思いますが、他のツールだと、え、標準ではできないような、あ、ことが、ま、v m i x ーできるという点で、VMix にしてから MIDI コントローラーを多数使うようになりました。ちなみに、今お届けしているこのリバーブこれも実は足元のコントローラーから操作をしています。つまり、両手放しで、エコーがかかる。さらには、え、ィレイをかけることもできます。 とというところですねそして、えー、こちら NDI モニター。これはあの先ほど言ったようにカメラとして iPhone を使うプラスモニターとして iPhone を使うといったような使い方もしています、えー。実際ですね、私はですね、今こちらに iPhone がありますが今ちょっと、えー、今ちょっとソフトウェア落ちちゃってますけれども、えー、ここにですね、一応 この VMix からの信号ああ、VMix の最終アウトじゃないわ。パワーポイントの発表者ツールを実はここに送っています。例えばこう、私が横を向いたとき、横を向いたときに発表者ツール、メインのスライド映像とは別の映像をモニターしたい。まあそういったときに NDI で発表者ツールの映像も飛ばしておけば、 NDI モニターでその発表者ツール画面を受信できるので、えー、このまさにパワーポイントの出力をこのモニターで表示しているというようなところですね、はいまあ、このあたりの NDI 周りの話はですね先ほどもご紹介しましたがライブ配信のテクノロジーの部分に非常に詳しい、えー、富山のかなり株式会社の泉さんがですね7月8日の ビデオサロンさんでのウェビナーで NDI 周りのお話はじっくりしていただけるということなのでそちらをお楽しみいただければと思います。あとはこちらですね。私のこういったライブ配信、あとはオンラインプレゼンの特徴的なリバーブというのはえ通常はローランドの VR3EX という,うマシンをリバーブ代わりにして使ってるんですが 今回のウェビナーと、あと今日のウェビナーに関しては配信エンコーダーという配信ツールのお話だったので、実はここを使わずにですね、ここを使わずにすべて VMix でリバーブをかけたり、ディレイをかけたりしているというところになります。まあ、このあたりはまたいつかお話しできればなというところでございますね。はい。 えそして次の質問。本日は、これはあのウェビナー当日ですね。本日は VMix をお使えたのことですが、使用されているプラグインなどをご紹介いただけると嬉しいです。はい。これはですね、私、実は今回、VMix で使用しているプラグインは大きく2種類しかございません。えー、まさに先ほどのリバーブ、あとディレイ。リバーブが、えー、バーバレーターだったかな、名前。 フリーのリバーブ。そしてこちらが HY ディレイだったと思います。こちらもフリーのディレイでございますが、こちらを使用しております。いわゆる v s t と呼ばれるプラグインですね。これが VMix には対応しているというところで、オーディオの部分に、このそれぞれの v s t プラグインを選択して使用しているというところでございます。 そしてもう一つ質問 VMix で何月何日何時何分になったらこのシーンに切り替えるって時ああなるほどこれはですねあの様々なシーン切り替えの仕込みを VMix できるんですけど時間指定はできたかな多分スクリプト組まないと無理かもしれませんね何秒後にとか、うん、何分後に まあ同じ意味ですけど、そういった、で切り替えるっていうことは、比較的簡単にできたと思いますが、何月何日何時何分に切り替えるは、多分独自スクリプト組まないと無理だったんじゃないかなと思います。はい。そして、続いてのご質問。お使いの VMix のエディション。これはですね、4K が扱える価格帯のものを使ってます。確か上から2つ目の。 ものですかね、はい、そしてリバーブはどのように処理されてリバーブは先ほどお伝えした通りですねはいこれはあの配信エンコーダーで行っているのでえギリギリウェビナー本編の質問に影響する部分だと思いますがリバーブは先ほどお伝えしたように VMix のオーディオマイク出力の正確にはですねバス リバーブをかけるバスを用意して、で、そのバスにリバーブのプラグインセットして、で、足元のフットコントローラーを踏むと、そのバスに声が送られる。というような形でリバーブ処理をしています。あとは、これフットをペダル、まあ、私が今使っているのは、この左下のアイリーグのストンプだったかな。いわゆるあのギタリストとかが用いるペダルボードですけれども、この USB の USB で結線できるペダルボードにエクスプレッションペダルを2本つないでいわゆる音楽用のでそれぞれの操作をしているというところでございます使用しているプラグインはこちらの2つですがまあこれはあのフリーのプラグインでリバーブプラグイン VST 無料とかで調べると結構いろんな数が出てくると思いますのでそのあたりは皆さんもし興味ある方は調べてもらえればというところですね あ、これはあれですね。ちなみに VMix のオーディオミキサーパネルでございますが、えー、ちょっと見にくいかもしれませんが、マスター、上の段の左側にマスター出力。これはマスター出力というのは最終アウトのレベル。で、その隣に ABCD というオーディオバスが並んでます。で、A は BGM。そして B はリバーブのみ。C はディレイのみ。 D は、これ実はレコーディング用にドラ,イなあドライというのはエフェクトがかかってないマイクの音声だけを送っていますえつまりですね A のバスに BGM が送られているので例えば BGM のボリューム下げるときは A のバスのフェーダーを下げれば BGM だけ小さくなるみたいなことをここで行っているとで B のバスに今フェーダー下がってますけどフットペダルで フットペダルを踏み込むと B のバスのフェーダーが一気にグッと上がってそこでリバーブがかかるみたいなことを行っています C, バス C のバスのディレイも同様ですねつまり通常は音が送られてないけど常にリバーブとディレイはかかっている状態そこに音が来ればかかるよみたいな状態をバスで組んでいるというところになりますこれあの 音響周りのことを詳しい方じゃないとちょっと意味がちんぷんかんぷんかもしれませんがあこんなことやってんだなというところで覚えておいてもらえればいいというところですかねで先ほど言ったように D のバスはマイクのプレーンな、えー、音声ドライな音のみリバーブとかディレイがかからないように常にマイクの音だけが立ち上がるようにしておいてただこれは最終アウトマスターアウトに送られるんじゃなく、えー 別途レコーディングしてる音声を予備でレコーディングしてるバックアップ用のレコーディングの方で使用してるバスみたいなところになります。まあ要はですね結構複雑なセッティングをしてますよと。で、なぜあのリバーブいわゆるマイクのインプット自体に v s t プラグインかけないのかってよく 音響詳しい方から質問を受けるんですが、これはですね、マイクのインプット自体、つまりマイク自体に v s t プラグインかけちゃうと、その v s t プラグインのオンオフで、例えばリバーブ操作した場合、音リバーブかかった後にフェーダー下げたりしたら、つまりリバーブオフったりしたら、リバーブがブツって切れちゃうんですね。残響がブツって切れちゃう。例えば今、リバーブ 私が次に喋り出しても、リバーブの残響残っていると思うんですが、こういったことができなくなるので、バスを使っているというところになります。かなりマニアックな解説になってまいりました。ままま、引き続き行きましょう。まま、ハードウェアスイッチャーなどの紹介も今後してほしいです。これは質問というよりリクエストですかね。ありがとうございます。ちなみに、あの私、私、えー、ハードウェアのビデオミキサー、 特にあのローランドさんの製品というのを非常に愛しておりまして多数使用しておりますちなみにあの私今ソフトウェアに完全に乗り換えたのはあくまでもこの空間のみが乗り換わっているだけでえ日常業務出張配信で行う株式会社エンタミナの業務はガンガンハードウェアのビデオミキサーを使用しておりますがえそのあたりの様々なですね実際こう使ってみたとか実演とか そういったあのライブ配信はですね、こちらの私どもが行っている YouTube チャンネル、YouTube にアクセスして株式会社エンタミナーもしくは田口正之とかで検索すると出てくると思いますし、こちらの URL を youtube.com スラッシュ WebDirection と入力してもらうと私どものチャンネルにアクセスできると思うので、こちらでさまざまなハードウェアの実際 実演、あとはあ、様々な使い方のコツなども取り上げておりますのでえ、よかったらチェックしていただければなというところでございます。あとはですね、こちら、えー、私が書いております、たまに不定期に書いております、ノートでやっているライブ配信、あとは動画制作のノウハウまとめのマガジンがございます。えこちらも、えー、ライブ配信ノウハウマガジン。 タグチとかで検索していただくと出てくると思いますのでよかったらチェックしてみてくださいどんどんいきましょう続いてのご質問ですえソフトウェアエンコーダーで一番簡単で使いやすいものはどれでしょうこれもよく聞かれる質問ですがうーんいわゆるビギナーの方初心者の方えっとですね OBS スタジオと言いたいところですが、これで難しいんだよな、将来性を見越すというか、今後のことを考えるのであれば、最初から難易度が高くても、自分たちがやりたいことにが実現できるツールをやっぱ選ぶべきだなと思うので、簡単だからこれからいこうというよりも、こういったことをやりたいからこのツールをとにかく 一段一段階段登りながらマスターしてこうの方がいいんじゃないかなってやっぱ思ってしまうので簡単かどうかっていうところであえて言うとえまあストリームヤードは比較的簡単だと思いますあのないレベルが低いとか高いとかじゃないですこの簡単はあの取っかかりとして非常にわかりやすく使えるという意味ですねあとは eCamLiveMac 用の配信エンコーダーですが リカムライブも非常に使いやすいところですかねまあ、VMix はお勧すすめしないけどもただ VMix でしかできないことを将来的にやりたいのであればやっぱり最初から VMix を手にするのがいいんじゃないかなというところでしょうか参考にしていただければと思いますえー、そして。 次の質問無音状態でライブ配信を流し見された場合視聴数はカウントされますかなるほどこれはあれですかねウェビナーの中で Facebook ライブプラットフォームの Facebook ライブの話をした時にタイムラインにライブ配信のコンテンツが流れてきた時例えば Wi-Fi 接続して視聴していれば無音で動画がサムネイルが再生されてるそれは視聴数にカウントされるかこれはですねあの いろんいろこれネットで検索すると3秒とか6秒とか8秒とかでカウントされるといったような記事を見かけるんですがフェイスブック側が正式にこれ昔は確か何秒で確か3秒とかって言ってたんですけど今ただ3秒見ていなくてもあのあ明らかに カウントされてるなって私自身テスト配信とかの時に思うこともあったりするのでそれこそアクセスして2秒ぐらいとか1秒ぐらいもしくは10秒経ってもカウントされないなみたいな時もあったりするのでちょっともしかしたらこの秒数で確実に全てが,た全てがそうですよじゃないかもしれないですがまあ目安はもしかしたら3秒とかなんじゃないですかね3秒経ったら視聴している。 状況になる。まあ、音がミュートされてても、というところかもしれませんが、まあ、このあたりはなかなか、うん、ガイドラインではっきり書かれていても、実装されている機能は違ってたりするという場合もあるので、まあ、目安私はそのぐらいで考えておりますかね。えー、そして次の質問。視聴者側から見て安定して視聴できるプラットフォームはどれですかこれ最後の質問ですね。これはですね、 私の中では安定しているなって思うプラットフォームはもう YouTube とまあライブ配信だとでも Facebook は非常に安定しているなと思います視聴者側から見てというところでなので何か大事なコンテンツ発信を行うときは私は微面を使うよりも YouTube あとは Facebook というところを選びますかねただ安定していることも大事なんですけどやはりそれをユーザーさんが 自分たちがアプローチしたいと考えるユーザーさんがそこにいるのかっていうところでやっぱりプラットフォーム選びというところは決まるのでえ何でもかんでも YouTube でやればいいっていう判断ではないですしまあ私たちはどちらかというと Facebook に非常に力を入れているのでほとんどの場合 Facebook が選択肢にはなりますけどうんやっぱり Facebook でライブ配信してて 動画が止まるとか、コマ落ちが激しくなるっていうことも、視聴者側からもそういったことはないので、とても安定しているなという印象ですね。ただ、Facebook は 720p というところの画質にはなってしまうというところがありますが、ただ、安定度は高い、あとはユーザーさんからのコメント、そしていいねなどの反応ですね、といったところも非常に 充実していると思いますので、今後も Facebook を数々使っていこうかなというところでございます。というわけで、えー、今、ちょっとですね、皆さんからのコメントも寄せられているのではなかろうかというところで、えー、ちょっとせっかくなので画面の方を出してみましょう。河合さん、ありがとうございます。宇宙船の中の人みたいだという声が ててまままいいりりすすががそし石石井井ささんん名古屋の石井さんありがとうございますファンノイズかぶりのお困りよくわかりますというところで本当にこれが今悩みですね私のソフトウェアは非常に便利だしさまざまなことがいわゆる PC ベースでできるというのは非常に構成がシンプルになるし非常に便利なんですけれどもしかしながらいかに pc を冷却するかというところではあ、あまだまだ試行錯誤はして、までもこれハードウェアも一緒なんだよな。ハードウェアもやっぱりファンがうるさいものは、世の中たくさんありますからね。はい。というところでですね、たくさんのコメントがと言いましたけども、まだまだコメントの方を募集しております。あ,あ、ちなみにそう、Facebook で今ちょっと私、いいねいいねいいねっていうのをこうちょっと連打してみてますけど、いいねいいねと。 これ今私が連打してますけどこのようにですねグラフィカルにいいね反応が舞うというのが舞うこれはですね FacebookLive ならではのやっぱり特徴だと思いますで今私この手元にあるですね iPhone 端末から NDIHX キャプチャーで飛ばしまして飛ばしましてで VMix 上で画面合成を実はしておりまして皆さんもよかったらこうやっていいねを クリックしていただくとですねあ、ありがとうございます。クリックしていただきましたけども、えー、このようにですね、画面上にグラフィカルに舞う映像を合成してライブ配信に彩りを与えられると。あの、ストリームラボズとかあ、様々なサービスを使う、使ってこのように合成するというやり方もあるんですけど、えー、私はこう手元でスクロールしてコメントを終えたりすると、あとはこのいいねの反応がグラフィカルに舞うというところでですね、とても、えー、この Facebook の 実際、ライブ配信されている映像のコメント部分スマホのコメント部分だけをトリミングして画面上に出すというやり方が、えー、コメント出しではもうもはや、えー、定着しているところでございます。さあというところでですね、えー、今日は私、株式会社エンタミナの田口によるですね、えー、フォローアップ配信をお届けしてまいりました。 で、えー、最後、ちょっと皆さんにですね、実は発表がございまして、こちら、ライブ配信ディレクションシートというですね、ライブ配信のディレクションをよりビギナーの方にも手を伸ばしやすくする、そういったツールというものを、私たちの会社、株式会社エンターミナで開発しておりまして、これがですね、 もう間もなくリリースされる予定でございます。えー、7月、もしくは8月、もしくは9月、<laughs> ちょっとかなり幅、今広く取ってしまいましたが、えー、っとですね、様々なちょっとリリース関係との調整がございまして、えぇ、ー、様々な、えー、ウェブ以外の媒体とのですね、えー、兼ね合いもありまして、え今ですね、最終、 リリース日というのを調整しているんですがえこちらのライブ配信ディレクションシートに関する情報はですねあの私の Facebook 私の Facebook こちらですね私の Facebook で随時リアルタイムに皆さんにお届けしてまいりますのでライブ配信のディレクション進行管理あとはプランニングそれをですねまさに助けてくれる,する あとは実際、頭の中で全てを組み上げている、それを可視化したい、さらにチームで共有したい、クライアントと共有したい、カメラマンさんやビデオオペレーターさんと共有をしたい、1人でやるときにちゃんと管理したい、みたいなときに使える、そういったツールをですね、ライブ配信ディレクションシートという形で、今まで世の中になかったような、ありそうでなかったツールというのを準備しておりますので、ぜひ私のこちら、Facebook、 Twitter や YouTube などでも情報発信していきますが、Facebook が何より一番早くて確実です。というわけで、皆さんよかったら、私、田口の Facebook をフォロー、またはお友達申請していただけると嬉しく思います。というわけで、本日はですねえ私、田口によるビデオサロンさんでのウェビナー2日間のフォローアップ配信をお届けさせていただきました。 えまたですね、ビデオサロンさんでは、今回はあの9月号の、ビデオサロン9月号の雑誌と連動したウェビナーでございましたから、9月号の中でも様々な記事をお楽しみいただけるんじゃないかと思いますので、その雑誌の発売をお楽しみいただければと思います。そしてビデオサロンさんでのウェビナーは今月様々なテーマで 展開されているようですのでえそちらもぜひ皆さんチェックしていただければ嬉しく思いますでは本日はですね皆さんたくさんのご参加本当にありがとうございました今ですね皆さんからのあありがとうございますえコメントなども 頂戴しそして、いいねなどの反応もたくさんいただき、えそして今、私、手元で見たんですが、ダイレクトメッセージなどもいただいております、ありがとうございます。え引き続き、ライブ配信のディレクション、そしてさまざまなオンラインプレゼンの表現の追求というところを、私、田口はさまざまなツールを工夫しながら、どちらかというと、ウェブディレクター視点で工夫しながらあ展開していきたいと思いますので、えー、またよかったら Facebook、 あとは Twitter や YouTube などもチェックしていただければと思います。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。